どうもご視聴ありがとうございます。うまくもないけど下手でもないハム太郎でございます。弁財天だね。フィジカルギフテッド転用呪縛弁財天みたいなもんだね。やっていきましょう。伏黒杜氏、まあさっきねお試しでやってみたんですけど、ステイ1で負けました。ステイ1で負けてしまったのは私が下手くそだったってのが一番なんだろうけど、重力バリアがマジですごい。こういうシンプルな重力バリアが非対応で来るとね、いっちゃんきついんよ。この2回叩きを繰り返していく感じだね。で、こっから、これはあれだな。これ倒そう。2回叩けないかな。これだったらいけるか？叩いて加速してもう1回。あー、OK！ いいよ、この、1ターンで2発ずつだな。これ守っていけば多分間に合う。で、次、右。いや、左に行くか？数減らす？数減らせばその分重力も減るわけであって、結果、ハッピーが待ってるんじゃないかい？いや、真ん中行こう。真ん中で友情で処理する。処理しなかったけど、まあ十分だ。OK。やり方さえ分かっちゃえば、こっちのもんだぜ。やっていこう。OK。一体だったらもう友情コンボがフルヒットして、おめえの HP はゼロだ。この程度の呪霊にね、弁天は困らないんだよ。よし、突破。よーしよ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 し。じゃあ、ステイやっていきましょう。つうわけでね、弁天編成やっていくんですけども、私ね、今更ながらアニメ見てるんですよ。そう、今更ながらね。呪術廻戦自体はもちろん、ジャンプ読んでるんで全部見てるんですけど、いや、めっちゃ忘れてるわ。え？ってシーンが多かったもん。ああ、こここんなんだっけみたいな。で、今ちなみにね、ネタバレにはならないと思う。もう、いろんな情報も開示されてるし、アニメも終わってるから、終わってるというか進んだとこだから言うけど、今ね、五条悟が封印されたとこだね。非常に面白い。非常に面白いです。重力2枚、止まるか。いやー、マジか。いや、天使仕方で行くか？これ天使処理してる暇ないでしょ。6ターン。いや、いけるか。そうだね。ちょっと天使処理するわ。邪魔。重力バリアの枚数が多いのはほんときつい。左下。まあ、1体は別にほっといても即死打ってくるわけじゃないしね。いや、これ SS 行くわ。ここで下ったらただただ、なんだかな。やっぱ重力バリア対応しない弁財天は強くねえなって言われちゃうから。対応しなくても強いから弁財天なんです。攻めていこう。攻めていこう。超究極、真人？真人の方はね、どうなんだろう。ワープと、ワープとなんだっけ？ワープと魔法陣か。あっちもいけるんじゃないかなと思ってます。まあ、まだ、まあ、クエストも出てないから全然わかんないけどね。これはもう SS を使うまでもないな。SS ダメをしなくていいんですか？そんなことする必要ありません。弁天は普通に押し切れます。ただまあ、ストライクショット打つところはちゃんと考えて打ちながらやっていこうと思います。じゃあ、とりあえず、ステギさんでいけたね。あ、これは使うわ。これは無理だ。いや、一回信じるか。スーッと降りていけば、別に不可能ではない。そんな簡易領域余裕で突破よ。あ、恥ずかしい。そう、これある意味簡易領域みたいなもんだよね。近づかせない的な。ただその領域をどうするかな。これは SS 使うわ。無理だ。無理と判断した。ガイドを使っていく。よし、ワンセット。待って、全部持っていく感じ？さすがだぜ。OK。じゃあ、ステさんも突破。ここ多分ちょっときついかなと思ったけど、やっぱ SS 打っちゃえば流れでいけるね。ただおかげさまで2本消費してしまったが、まあ、自順溜まるし、いけるでしょう。お前は術師を殺せ。そう、正直ね、昨日このクエストやってみたんですけど、お前誰だっけってなったんだよね。伏黒杜氏は覚えてんだけど、お前は知らんぞと思ったけど、そうだ、こいつあれか。高齢術で降りてきたこれが伏黒杜氏か。よっ。よっ、オッケー、一体倒していく。とりあえず1体、それが大事。雑魚は買ってこう。雑魚からないとね、カウンターキラーもらえないから。ただ、この SS 大事よ。できれば天使も倒したい。だから上だね、上。それか、ま、下入って削ってもいい。弁天でやる気次第。あ、そこ！そこ行くか。なるほど。一回回復させてくれたわけね。ありがてえ。天使は極論ほっといてもいけるでしょう。さあ、SS、結構使いすぎたな。使いすぎたが、しかし、今使っとくか、でも。今使っとけば、まあまあまあ、コツコツ削ってる間に溜まり直すでしょう。
思いよとはに弁天孫。ああ上行った。いやーしくったな。これはしくったぞ俺。ちょっと上下ミスったね。あと一巡。オッケー、 4P が最悪打てるからできれば打たずに行きたいけど、コツコツ削っていこう。入る入る入る、しっかり入る、しっかり入る。これで5ターンでしょ。ミスんなければいけそうだね。 SS 使わずに。場所がいい。弱点外でも関係ないぜ。カウンターキラー。やっぱね、ベンテの強いとこはね、地味に魔法陣対応してるのめっちゃ嬉しいんだよね。ほら SS パンパン打つこじゃん。SS 打てませんが、いっちゃんきついからね。しばはべ、下に、下に靴が湧いた。神も味方している。ああ、倒しきれなかったけど、友情で。いけないか。でもいけるね。これだったら SS 温存できそう。って言ってミスるから怖い。そう、このゲームはね、油断しちゃダメ。しっかり弱点一発、さよなら、こんにちは。術師は殺せか。てめえも術師だ。そんなこと言ってたっけ。術師は殺せ。残念ながら弁天は神なんで術師じゃありません。ここは衛星すると打つわ。さすがに重力バリアが重複してるのはきつい。あれ重複っていうかな、重複っていうかな。私は重複だと思ってたけど、戻ってこいよ。左に OK。 くるっと回っていくね。しかも削ってる。いや余裕だわ。この削りが SS1 段階目でいけるんであれば、もうラスゲも見えたな。そこが知れたよ。あとはちょっと降りてほしいけど、まあ、このずらしは下ろしたくないか。え、これどっちから削るかな。さすがにこの動きだと重力2回踏むから、減速しすぎて多分叩けないと思うけど、俺は弁天を信じる。俺が信じず誰が信じる。どっちにしろミスったね。ただ思ったより動けるな。踏んでるか。いや踏んでる。よし、いい削り、いい削り。残り5ターン、残り5ターンか。くるっと回る感じでいこうか。ニスレ重力。あー、サンフルした。ダメだ。うん、場所が悪いな。せめてな、 2P とか 3P の位置からだったら1壁跳ねでいけるんだけど、この位置か。弱点こつんのがダメージ出るか。じゃあいっそのこと、まだ SS は使いたくない。あ、まあまあだね。いいとこまあまあだ。まだ諦めないぞ俺は。まだ SS は打たない。そうラスゲでね、奏でる弁天ソングをしたいからね。うん、2回。十分十分。で、あと2手あります。ガイド出ました。ごちそうさまです。何？踏んでることを祈ります。よし、OK。よしよしよし。ラスゲ SS4 本残りました。もう1回言います。そこが知れましたね。さあ、この雑魚処理。これが綺麗に決められれば、1手で決めたい。いや、欲はかずに天使ほっとこう。まあ、できれば天使も処理したいんだよね。そう。重力まとってるからね。ダウンしちゃったか。まあまあまあ、でもいいでしょう。オッケー、十分綺麗になりました。あとは、あとは当時出てきてから SS3 本で削り切れるかどうか。あと重力対応で動けるからね。カウンターキラーで。それがでかい。とりあえずこれでいいでしょう。純粋横間弁天ソングを決めていく。薄めであればそれだけいい。ちょっと熱くなっちゃったかもしれん。いや、強っ。素晴らしい。で、天使もしっかり処理してくれる。次2段階目が打てる。勝ったね。いや、フィジカルギフテッド、天与呪縛。はあはあはあ。残念ながら弁天の潜在能力には勝てなかったみたいですわ。ですわですわで。弱点関係なし。上行こうか、下行こうか、アップする。オッケー。オッケー。フルアップ。まあ、別に3つ踏んでも意味ないけど。別に意味はないけども。この一手で決めきれればなんか気分がいいですよ。
はい、残念でした。これは連点は悪くなかった。俺がもうちょっと引っ張り方上手ければ多分ね、今いけたと思うんだよね。まあ3本 SS かかったけども、いけましたわ。ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。じゃあこれ終わったらね、アニメの続きでも見ますわ。じゃあバイバイ、ありがとう。